今日もとっても怖いです。なんでよあなた。ブリセンの方がこれなんで立ち方じゃないんだろうね。ほっぺはいつもナチュラルチーク方便にチーコです。みんなねやりたいでしょ。はい、ということで個人的ニュースやっていきたいと思います。つなぎボーイズ、やばいやばい、つなぎボーイズ、発見しました。何をしている方なんですか二人は。なんかお揃いのバッグも持ってて、デリバリーボーイズ、売り線の方が。よくあるやつ。いつも聞く反応ですけど。ですよねってなっちゃいますよね。違うんです。違うんだ、はい、デリバリーボーイズとは何ですか。2丁目のバーとかにコンドームを無料配布している。あら、よく見るやつなんで、ね、バーとかで、はい、おー、なるほどなるほど。結構お店とかで見たりしますか。見ます見ます。嬉しい。何個もバッと持って帰ります。あらだろだろだろ、こういう箱にね。あ、そうそう、イメージこれ。これなんですよね。こちらドリアンさん。あ、ドリアンさんの。ドリアンのドリーダーさん。なんでそれを配ってるんですか。確かに、はい、2丁目が、まあ、ゲイの街っていうことで、 そうですね、うちの団体は男性とセックスをする男性の啓発っていうところで、うん、HIV とか性感染症とか の、 あの予防啓発をする。なるほど。ボランティア。ボランティアでやってます。すごい。ちなみになんですけど、うん、こういうですね、あ、ヤローページだ。ヤローページという、それも知ってる。イエローページじゃないんですね。ヤローページで、ヤローページ認知されていた。嬉しいんですけど、はい、これもそうなんだ。これも私たちの、はい、作ってたんで、街に配らせてもらってる。これは何ですか。これはですね、新宿2丁目の一応ゲイバーマップ、うん、おで、ゲイバーだけじゃなくショップとか、あとは発展場とかね、情報も載ってたり。昨日も2丁目に少しいたんですが、でかく映ってますね。おーかくれんぼなんかしてないで。思いましたよ、この冊子見て、あれと思って。これなんで立ち方じゃないんだろうね。ベンベンベンなんで。だって今日はあくまでたまたま会ったので。見開いて言わないで。前にね、会ってたらもしかしたら、そうか、お声掛けしてくれたかもしれないけど。あそこに私混じってたらちょっと違うよ。いやいやいや、確かに。こうとかすごいですよ。だってヤローペイジは2022年度厚生労働省委託事業だからですね。しっかりやっておりまして。ありがとうございます。やっぱりニュー東京何モンスターズって、提供でも入ってますもんね。私たちもおなじみ深い方々がヤローペイジ。これで今もう仕事に売ってきますから。ありがとうございます。呼ばせていただいたんで、あのここに、ま、あのマッキーかなんかでセカンドストリートって書いてます。聞けばいいか。そうそう、マッキーかなんかプラスで書こっか。ということで個人的ニュースを聞いてます。おー、来たー、はい、おー来たー来た。これが私たちの本業なので。そうですよね。来たらいいですか。じゃあ彼氏ができたとか言うんじゃないでしょうね。そんなことはない。うん、そんなことはない。クリスマス。ほん。何？クリスマスの予定の話なんですけど。何よ。もうちょっとなんかイラってくてるよ。あのとあるイベントに出させてもらうんですけど。ほう。とあるイベント。めちゃイケのオファーシリーズって見たことあります？オファーシリーズ。いろいろアーティストのライブに出たりとか。ああ、はい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 。わかりますわかりますわかります。三浦大知会。その三浦大知さんの曲の中で世界中のダンサーが集まってダンスをするっていうのがあった、企画があった。はいはいはい。でその中のポップの世界的に有名なダンサーのカイトさんっていうダンサーさんがいるんですけど、その人が主催されるイベントに出させていただくことに。自分が昔ダンスを習ってて、その習ってた先生のバックダンスとして。へえ、すごい。カイトさんってめっちゃイケメンなダンサーさんなんですけど、その生カイトさんに会えるっていう。クリスマスに、クリスマスに聖なる夜に、聖なる夜に。だってもう書いてありますもんね、踊り子って。ほんとだわ、踊り子さん。踊り子ならば踊らなそう。 KD と申す。 KD? KD さん。ちょっといろいろごちゃごちゃしてるんですけど、うん、熊谷大輝みたいな感じ。高台なので。あ、高台さん、はい、でも高台言いにくいんで、うん、KD、ね、KD。 いや、そんなにうまくないですよ、ね、仕事で使ってるパソコンの画面をぶっ壊しました。あ、うえ、なんで。以上です、ありがとうございました。
聞こうよ、リーフ聞こうよ。事故なんですけど、ちょっとあの充電用のバッテリーあるじゃないですか、はいはいはい、あのバッテリーがなぜかそのノートパソコンなんですけどめちゃくちゃ重くて、うん、ちょっと落としちゃって瞬間に仮面がバキじゃなくて緩く割れてるみたいな。なんかうちもなんかそんなようなことやってた人いなかった。はい、僕です。ちょっと待ってプレイバック。あ、これ俺一緒だ。あれです。すごい、え、なんか仲間がいた。あれあれなんだ。いや、仲間にいたら僕はまだ知らない。ハリンリンツーツーツー。すげーんだ。ということで、ほっぺにちいこさんです。はい、皆さんはじめまして。ほっぺはいつでもナチュラルチーク、ほっぺにちいこです。うわ、かわいい。よろしくお願いします。かわいい。実はまだほっぺにちいこをすごく推しているんですよ。個人的に。ゆきさんはね、今度あ、31日、はい、あのよろしくお願いいたします。ちょっとその紅白で審査員、審査員やらせて、よろしくお願いします。偉そうだよね。え、いや、すいません、本当に。いえいえいえ。なんかこのポートでやられるのが、なんか審査員とかやっちゃってるのはすいません、本当に。今年は本当になんかいろんなとこに地方とかも回らせてもらって小旅行みたいな感じで行けたんですけど、どう、あの一個心残りが、はい、あの現地妻できなかったのって。何を言ってるんですか。シャッターが落ちるみたいに。醍醐味じゃないですか、地方行ったらちょっと、まあ、そうですね、ね、ワンナイトしたかったんですけど、ちょっと余裕がなかったので。探そう、探した、行ったら帰って行ったらみたいな、日帰りみたいなみたいなことも結構あって。じゃあもう本当にもう目まぐるしいですね。わー、忙しい。自分のスケジュールが結構入れちゃって、眠らったら頑張りますみたいな感じで入れちゃったんで、なんかもうね、遊ぶ余裕がなかったんで、来年はちょっとそういうね、エッチなこともできたら。わ、余裕をちょっと持って。だから、ほんちいこは来年何の目標が、まあ、エッチなこともしたい。ちょっとエッチな女性になりたい。誰か十分エッチですよ、今でも。すごいじゃん。ねえ、今日持ってきて。なんだろう、なんか様子がおかしい。ドフラミンゴみたいなの。ドフラミンゴ系女子で。やっぱりエッチなことはやっぱり探し求めて。いや、ちょっと成人男性なんで。ほめんちこさん、なんか私と同い年なんです。ほめんちこさんに会いたい人はぜひあのザイルさん、ザイルさんにキャンピーっていう店にもいろんなとこ行ってたので、あとイベントだったりとか、はい、ぜひあの SNS で、 SNS 概要欄に貼ってますんで皆さんフォローしてください。何か個人的にありますか。最近ちょっと別れまして。あっ、もうすぐクリスマスの前に。そうなんですよ。最近ってどれぐらい前ですか。しっかりお姉さんね。先週、2週間、1週間ぐらい前に。はい、そうですね。それは結構長かったんですか、その彼は。あ、全然1年満たないぐらいに。あ、でも、でも長い。なんでそんなクリスマス前に。方向性の違いで。わあ、すごい。よくあるバンドマンみたいな感じで。アイドルとかね、グループとかでよくある。そうそうそう、ね、よくある。方向性の違いが。ちょっと解散いたしますみたいな感じで。そうなんです。遠距離とかではなくて。あ、全然全然。一緒に住んでて。はい、住んで。じゃあどうするんですか、一緒に住んでたの。喧嘩別れじゃないんで。あ、ああ。あと今も一緒に住んでばいい。はい、そうです。へえ、でもさ、円満別れっていうのはどうやったら円満別れ、そんな綺麗な別れ方ってあるんですか。アラジンのように。まあでもどうなんですかね、もともとの根本的な内容がちょっと違ったので、その付き合う形、まあ、将来を見据えるか今を楽しむかみたいな。なるほど、ああ、なるほどなるほど。今を選んだ。私は今、今で彼は将来のことも考えてっていう感じで。難しいね。あ、なるほどね。遊びたくなっちゃった。全然出てる。もう真面目。もう出てる、出てる。顔がギタギタしてる。もう真面目です。じゃあ、そういうことだったら、うん、最近いつやりました。別れてからやってないですね。やってないんだ。本当。そうですね、なかなか機会が見つからず。ほら、機会があればでも全然別にやりたい。いや、機会があればそれやりたいですよ。みんなね、やりたいでしょ。やりたい。クリスマスのご予定は。クリスマスはお店です。働かれてるの。そうなんですよ、そうなんです。どちらどちらで。ガイズバで。あ、えガイズバさんなんだ。ガイズバ、そうなんだ、お世話になりました。いえいえ、全然全然ね、病気なかったで。おっしゃってくださいよ、病気なかった。病気なかった。いや、テキーラばっかりのね。テキーラすすりが、テキーラのお酒しか浴びないような日々ですけど。次の声はやっぱりもう、うん、探す方向では。あ、でも今はいいですね。今はちょっと期間を置きたいみたいなね。ね、遊びたいので、うんうん。はい、ということで個人的ニュースでございます。
もとっても怖いです。なんでよあなた、そんなもう私は1ミリも怖くないじゃないの。やっぱりなんか何かを感じますね。何を感じ、私からこんなにもフランクで快活なのに、でもそのねアンテナはね多分正しいはず。よかった。でもめっちゃいい匂いする。そう、もちろんもうカレー収穫し。でもロング珍しいくらいですか、ね、ちょっと達也好みにし。あらあら嬉しい。勇気に教わったの。あの子はロングが好きよって。本当ですか。じゃあちょっと好きになっちゃうかもしれない。やったね。個人的ニュースは聞いてるんですけども、今年の、はい、なんだろう、強いて言うなら、映画出演おめでとうございます。ありがとうございます。僕たちは先に見させていただきました。ご覧、そうだよね、ご覧になったでしょ。エゴイスト、来年2月10日公開です、はい、いかがでした。よかったです。本当にあのドリアンさんって、うん、ドリアンさんだったうるさかったでしょ。本当にうるさいんです私作者で。でもやっぱ嬉しいですね、やっぱ映画とかにお世話になってる方が出てると、うわドリアンさんだと思って、ちょっと笑っちゃったシーンもあった。いやマジで。でもあれはドリアンさんじゃないの、まさきさんだから、まあ、役名で言うとたけしっていうの。あ、たけしさん。どうだったんですか、やっぱり原作者の方ともすごいあの仲良かったので。あ、そうなんですね。昔から仲良かったので、その方の、まあ、作品が映画化されて、それで鈴木亮平さんのお友達役っていうのは、本当光栄でした。大変だったこととかありますか。ない。あの作品は本当に役作りとかしなくてよかったから、もうそのまんまでいてくださいぐらいな感じだったので、セリフとかはもう、はい、20分喋ってぐらいな感じで、じゃあ、まあ、ほぼ、アドリブ。そうそうそう。で、このキーワードだけは入れてねっていうぐらいだったから、全然お芝居したっていう感覚がないから。すごい。2月の10日という2月の10日です。でも、うん、多分ね、春ぐらいにはストレンジっていう短編映画にも、はい、こちらは主演させていただきます。うわ、もう撮影も全て終わったんですか。もう終わりました、終わりました。終わったんだ。はい、ドラァグクイーンと男子高校生、あの一見するとなかなかこう相まみえないような2人が、まあ、ひょんなことから出会って、まあ、友情を紡いでいくっていう話なんですけど、でそれはやっぱりドリアさんはドラッグクイーン、ドラッグクイーンとすっぴんでも出てます、よかったら原作の方も読んでください。それは春に、春ぐらいに、はい、春ぐらいに公開ということなので、それも見たいな、ぜひちょっとご覧いただきたい、うん、もうすごいですね、2023年まだ始まってないのに、うん、かっ飛ばしてきますね。セカンドストリートさんのおかげです。もう本当にもう、ね、真っ黒クロスケ出ておいで、懐かしいね。何の話ですか。出ないと目玉をほじくるぞってね。そう、ぜひあれでとんがりコーンが落ちた時よ。あ、これね。そうそうそう、あの向こうにねとかね。そっかそっか、そうそうそう。あ、そうですね、また2023年もよろしく、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうご指導ご鞭撻のほど、こちらこそお願いいたします。よろしくお願いします。ね、ご覧いただいてる方もね、よろしくお願いいたします。わーお、わーお、やんないやんない。ブスアフターブスね、背負い投げ、のけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。